エイが物事を処理するとき、やっぱり将軍って感じがして威厳たっぷりだったな。そうですか。自分では結構融通が効くようになったと思いますが、将軍であればきっと容赦なく九条かましを切っていたでしょう。彼はあのようになる覚悟ができていました。あの目を見ればわかります。九条家には栄光から衰退へと、確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました。九条かましは優秀な後継者ではありませんでしたが、彼はそんな巨大な変化の中、私に変わらないものを見せてくれました。これはあなたたちのおかげでもあります。街の散歩、あなたたちがくれた写真、それらを見たからこそこのことに気づけたのです。これからの九条家はどうなるんだ？まだ天領奉行を引き続きやれるのか？それはやはり不可能でしょう。あの後継者に光るものがあるとはいえ、犯した過ちをかき消すことはできません。しかしもう少し時間を与えましょう。何せ過ちを犯したのは彼らだけではないのですから。将軍は間違いを犯さない。犯してはいけないもの。しかし栄として彼らにはお詫びの気持ちを伝えたいと思います。これからの日々考えるべきことがたくさんあるでしょう。しかし少なくとも今は進むべき道を見つけられたような気がします。それはやはり将軍に任せるでしょう。最も永遠を脅かすのは時間がもたらす摩耗ですから。将軍には自己保護の機能があると言いましたよね。それは私が時間とともに変化してしまうことを予測したからなのです。ですがまとまった考えについてはどんなに困難でもやり遂げようと思います。確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですね。そうだな。天領奉行のことも解決したし、城内の人も健康な将軍の姿が見れた。これで悪い噂とかも自然に消えるはずだ。もし外を回るのが気に入ったのなら、またお前を誘いに来るよ。いいえ、結構です。これは私の生活の一部ではありませんので。それに私に付き添いが必要みたいに言わないでください。では私は帰る準備をします。静養はまだしばらく続きますが、あまり長くはならないでしょう。あまり重要でないことはあなたたち人間に任せるとします。うん、じゃあまた今度な。いろいろ予想外のこともたくさん起きたけど、最後は結構順調にいったな。あとは通行証を巫女に返すだけだ。